簡単バージョンやってました。いや名曲ですね。やっぱりこのサビのメロディーとかもう本当に頭ぐるぐる回っちゃうやつです。はい、今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。結構原曲すごく長いんですけど、フルでやってみたいなと思われた方はコード進行ですね、基本的に今のやったのにみんな入ってるので書き出して、追加でこう自分でこう構成を確認して紙に書き出して、ご自身だけで楽譜を書き出すのをおすすめします。そして今のシンプル簡単バージョン、ゆっくりガズレレと一緒に動画と一緒にできたよという方は、次のステップをね、ご自身だけで演奏してみる、これがすごく大事なんですけど、やっぱその時もノートに書いてご自身でそれを見るとかプリントアウトして、見ながら自分だけでやってみる、これをおすすめしたいんですけど、その時の参考になるようにですね、いつもこんな感じで画面にガズはですね、いつこのノートを見て演奏してるんですよ。このノートをこうやって共有してるんですけど、ただいまこのサービス始まってます。ガズクラブです。ガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の天体観測を含むガズが今まで取り組んできた膨大な、数のノート楽譜のストックの中から毎月5曲、お好きな曲を選びいただいてダウンロードして練習できるよという、そういう画期的なプログラムでございまして、ぜひ皆さんチェックしておいてください。それではノートを移してまいりましょう。はい、こんな感じです。このイントロなんですけど、今のシンプル簡単バージョンはこれ、一回やって、ここの決め、フレーズ言ったんですけど、かっこいいバージョンでここ二回、ちょっとフレーズを変えて、弾き方も変えてやってみますね。ちょっとこれはご確認、後ほどかっこいいバージョンでご確認くださいと。ここにもタッタッタとかね、かっこいいバージョンでこの決めが入りますからね。はい。ここから歌が始まりますけれども。はい。
これがですね、結構このリズムに乗せて言葉を、言葉のドライブ感っていうんですかね、ここ結構ね、大事です。はい。曲を聴いているだけでは味わえない、言葉の、こう、駆け抜けていく感じをね、ちょっと体験してもらいたいですね。はい。ちなみに今日はですね、このワンブロックちっちゃくなってますので要注意です。1234、1234、1234、こんな感じで進んでいきますからね。今さーっと映しますので一時停止でメモっていただくか、あとは動画のテロップを一時停止してメモっていただくのもいいと思います。はい、ここまで、これがサビですね。で、ここからもういきなりブリッジパートに行きます。背が伸びるにつれてのところに入っていきますね。はい。これ下見てもらうと矢印マークがあったりとかね、こうターターと書いて、これ、後半のかっこいいバージョンではこういうところ全部ね、こう指令が書いてあるんで、後でしっかり解説していきます。今やったシンプル簡単バージョンは上の段をやったということでございます。はい。はい、そしてここでまた、ちょっと伸ばしておいて、こっちに戻っていくということです。ここにもなんか書いてある。後で解説していきますね。はい。こんな感じでございます。で、ここ最後のサビ。最後のサビはもうガズレーロジナル、ここすごく長いんで、歌詞をちょっとね、ガズレーショートカットアレンジさせていただいてるんで、ここをフルでやってみたいけど、ここをすごく伸ばすのおすすめですね。はい。こんな感じでやってみました。で、ここ最後、おーいえー、あーで、2回連続やって終わったよということでございます。はい。じゃあコード、出てくるコード見てまいりましょう。いきますよ。コードこれしかないんだよ。すごい。6個だ、6個ですよ、コード。C と A マイナーと F と D マイナーと G7 と E マイナー7。この入門コード6個これはね、皆さんもう、これガズレレではね、超簡単コードのグループ、これです。ドン。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。私がめちゃくちゃわかりやすい動画です。解説してます。ここにリンク貼ってます。これはね、めちゃくちゃ面白い動画になってますんで、10個覚えてください。今日はその中から6個出てくるということでございます。はい。で、コードは少ないんですけど、こっから、いよいよかっこいいバージョンに入りますね。はい、じゃあ、かっこいいバージョンの説明に入る前に、いつもここで言いたいのは、歌。やっぱりこれ、この曲、さっきも言ったんですけど、言葉にもね、歌の歌詞とメロディーラインにもこうドライブ感が入ってるんだ。午前、日、踏切に望遠鏡を担いでった。このテンポをね、カシカシカシと言葉にはめていく。午前、日、踏切に望遠鏡を担いでった。ベルトに結ぶ。この辺とか結構歌、難しいというか、独特のタイム感というか、なんかこう、歌のリズムでも疾走感持ってやるっていうのは、そんなイメージがいいと思う。しっかり四つ抜きで歌を練習してから、このかっこいいバージョンのドライブ感に入っていった方がいいと思います。それではここからかっこいいバージョンに入っていきましょう。かっこいいバージョンのもうテーマはズバリ、このロックの疾走感ですね。こう突き抜ける感じ、突っ走っていくような感じ。そうするとやっぱリズムはこれが基本になると思います。8ビートのチャですね。サビをやってみると、見えないものを見ようとして、望遠鏡を覗き込んだ、脆弱を切り裂いて、こんな感じ、グイグイグイって前のめりに行く、ロックのパワー。こんなの表現したいと思います。この8ビートのチャの弾き方、一応ここにリンク貼っときます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという完全解説動画がアップロードされてますんで、ぜひご覧になってものにしてください。こういうリズム初めてでやったことないよという方、その動画内でも言ってますけど、基本になるのは8ビートというリズムがありましてね。それができた上での話ですので、ちょっとその動画で再確認してやってみてください。そしてさらに今回はですね、結構このロックの曲に多いパターンなんですけど、このドン、ブリッジミュート、この奏法を使ってみたいと思います。ブリッジミュートっていうのは一体何かちょっとやってみましょう。まあ C を押さえました。いきますよ。ちょっと音を潰してる。普通に弾くと、これをブリッジミュートすると、ズン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 、こんな感じでちょっとこうくすぶったようにわざとするっていう奏法があって、これがね、結構ロックの曲では多いんですけど、どうやってやるかというとですね、まず、ここね、右腕のここの部分を、このブリッジと呼ばれる、ここのところの白いところにこうちょっとこう当てて音を止めてあげるっていうの響きを鈍くさせるんですよね。なので、よくね、この辺弾いてくださいって画像は言ってますけど、ここにこうやって、ここが固定されちゃうんで、ちょっとこれいつもよりこっち側になっちゃうんですけど、そこで、例えばこれ A メロはね、全部このミュート奏法でやりたいんですよ。やってみましょう。午前2時、海切りに望遠鏡を担いでた、ベルトに結んだ事故。で、こんな感じでやっといてサビでね、見えないものをこうやってバーって開ける感じにしたいわけ。そこでちょっとくすぐらせるときにこのブリッジミートを使います。ちょっと慣れないと難しいと思うんですけど、ここをピタッとこう白いところに当てて、ここはもう固定ですよ。だからここは白いところにピッとこう固定しといて、この中で、このスナップ、ここのスナップなんですよね。ここも、ここの、ここは固定されてるんだけど、ここでこういうスナップを使うって感じ。で、この曲はね、やっぱりね、8ビートのチャなんですけど、速くなっちゃうんで、テンポが、
どん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 速くなっていっちゃう要素があるんで、特にこのブリッジミュートをやりだすとですね、なんかもう知らないうちにこんな速くなっちゃったりするんで、十分ためながら、ヘビーなんだけども疾走感もある。こんな感じだと思いますね。そしてこのブリッジミュートをやった後に、さっきも言ったけどサビで、見えないもの、これでバーッとオープンになる感じ。これが気持ちがいいんですよ。はい、このブリッジミュート、ちょっと練習してみてください。はい。これ、イントロでもこれもちょっと多数出てくるんで、お願いします。そしてですね、今回このマーク、この矢印マーク、シンコペーションマークっていうのをつけて、これはね、前にリズムが前にスコーンと食い込んでくるということで、ガズレレで、オリジナルの表記なんですけど、これシンコペーションって言うんですけど、ちょっとどこで出てくるかというと、サビでまず一個出てくるんですよね。サビの見えないものを見落として、望遠鏡を覗き込んだ、静寂を切り裂いて、いくつも声が生まれたよ、今の。ここでポーンと前に食い込んだでしょ。こういうのをシンコペーションって言います。そして今回これはですね、こういう風にスタンダードの決めっていうのは今ぐらいのところなんですけど、あのフレーズの中に入ってくるっていうのかな、いうのが、ではちょっとイントロの解説をしようと思います。イントロはですね、さっき言ったあのブリッジミュートから8ビートのチャに展開していくんですけど、ちょっとやってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー、でん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 、こんな感じ。でん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 、でん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 、でんでん。コードが変わるときにちょっと開けてあげる。でん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 。ここ今のところ決めですよ。 G7 からシンコペーションマーク矢印つけてパッパッパーって感じがかっこいいかな。 G7 からパッパッパー、 G7 からピッピッピッ、これシンコペーションの決め、これはイントロ。そしてここから午前2時、こんな感じで歌の A メロブリッジミュートでこうしなつるからおとなしく入ってくる。 A メロの始まりは結構おとなしい感じ、これがキーポイントになるかなと思います。この後なんですけど、 Oh yeah! あーはーのところはこんな感じでテロップ表記したいんですけど、ここも一応シンコペーションなんですよね。ちょっとやってみると、Oh yeah! あーはー、こんなダンダンタタタトーン、今のカッティングを使ったフレーズなんですけど、ダンダンタタタトーン、こんな感じ、 CCCC ドーンで F、こんな決めです。これはね、口で言った方がいい。ダンダンタカタトーン、こんな感じのイメージで、この次ブリッジパートと言われてる背が伸びるにつれてんところは、これダウンビートっていう風に画像はよく言いますけど、リズムがねドーンと落ちるイメージ、つまりここは C と F ってこうワンブロックにずつなんですけど、16ビートで考えて、この2つが1個のブロックになって16ビートって考えるのがすごく分かりやすいかなと思います。一応表記的にはこうやって、ちょっと背が伸びるにつれてるところをテロップ出しておくんで、見ててくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。背が伸びるにつれて、伝えたいことも増えてった。宛名の書いてが見る。こんな感じ。ドン、スクタカタ、ドン、スクタ。C から F にドーンと行くでしょ。これしかもちょっと16ビートのでっかいノリなんで、そういう意味でこうダウンドビート。ダウンビートっていう風に今ガズは命名しているというような状態なんですけど、ここになったら急に16ビートのノリに変わるっていう風に言うこともできるかなと思います。ドーン、スクタル、ドーン、ここは結構ちょっと難しい。16ビートの要素がつまり入ってくる。全部シンコペーションなんですけど、この次の僕は元気でいるよところもそこもねこう続いていきます。はい。ここはですね、まあ慣れですね。C からドーン、F。ここだけこういうノリに変えたいということでございます。はい、で、その次なんですけど、じゃあ後半からやってみると次面白いフレーズがあります。僕は元気でいるよ。心配事も救う。次ですよ。ただ一つ、今も思い出す。今も思い出す。A マイナーのとこで、今も思い出す。で、タッタッタッて2拍3でみたいなので止める。ただ一つ、今も思い出す。よーで伸ばした後。ここで伸ばすんですけど、この後にフレーズをやります。1弦の3フレット、2弦の3フレット。これだけです。そしてまた次のフレーズに入っていきます。よーずれの雨にという風になります。ここがちょっと面白いですね。もう一回じゃあただ一つからいこうかな。ただ一つ、今も思い出すよこんな感じです。このフレーズ今分かった？1弦の3フレットと2弦の3フレットを1本ずつ弾くだけですよ。
一応タブーにも一応ここやっときますけど、これはワンフレーズ余裕が出てきたらちょっと入れていく。ちょっと忙しいなと思う方はまず伸ばしたままでいいです。さっきのシンプル簡単バージョンみたいに。はい。そして戻ってきて最後のサビのところで、まあ、決めというかですね、ワンフレーズ入れたいところがあります。見えてるものを見落として、望遠鏡の目がついて、静寂と暗闇の帰り道を駆け抜けた。ここ、タツツタツツタ。こんな感じ、タツタツタというような感じ。ちょっと引っかかるおかずですね。これ入れていきましょう。はい、そのような感じでですね、この疾走感、ドーンと突き進む疾走感なんですけど、ブリッジミートを使ってちょっとこう押さえた感じにしたり、サビでドーンとこう突き抜けたり、かたやサビの後のブリッジパートのところででっかいリズムのダウンビートになってシンコペーション。ドーンスクバカッタ、ドーンスクバカバカ。そんな感じ、すげえドラマティックなんですよ。本当に。で、これはやっぱ基本的にはダウンビートになってもこうガツガツいくパワフルな感じは失いたくないので、はい、ここやっぱヘビーな感じでね、行くのがいいんじゃないかなと思います。これは結構ですね、結構なものでございます。そしてやっぱりこの歌詞の世界ですね、やっぱりね、望遠鏡を持って何を見るのか、そんなことをこうイマジネーションさせてくれるね、なんか深いなという感じで。はい。さあ、それでは、心を込めて、しかも力強く疾走感満載で行ってみましょう。バンポブチキの天体観測ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。デネルデン、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 これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ。これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとかする、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、
スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リッドミュージック社さんよりこういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは、本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作ってる手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。